当選者と自称しているバイデン氏は自身の政策を明らかにし始めました。それはトランプ大統領のアメリカ第一主義に反対であり、移民、経済、銃規制、気候、国際関係などの面においてトランプ氏の政策を覆すことです。これについてトランプ陣営の弁護士ジュリアーニ氏はツイートで、バイデンはアメリカ第一主義に反対しているが、では誰を第一とするのか、明らかに共産中国第一だ。中共はこのためにバイデン犯罪一家に数百万ドルも払った。第二はウクライナかカザフスタンかロシアまたは他の国なのだろう。ハンター氏のハードディスク事件において、パソコン修理店の店主であるマック・アイザック氏はジュリアーニ氏にバイデン一家の汚職腐敗が記録された、ハードディスクのデータを渡しました。デラウェアオンラインの報道によりますと、マック・アイザック氏は脅迫に遭い店を閉店し、現在は行方不明になっています。ジョージア州の1回目の最終刑は署名の検証が不十分だとして、トランプ陣営は2回目の最終刑を求めています。24日テキサス州の有名な弁護士シドニー・パウエル氏はジョージア州のブラッド・ラフェンス・パーガー州務長官に対してあるズーム会議へのアクセス権を要求しています。パウエル氏は今回ジョージア州で数えきれないほど有権者の不正投票が発生し、現在まで多くの証人と宣誓供述書を集めました。トランプ大統領は26日にツイッターで、元国家安全保障顧問フリン将軍が恩赦を与えられたことを発表しました。フリン氏はトランプ政権初任の国家安全保障問題担当大統領補佐官であり、トランプ氏が就任して以来、民主党は3年以上ロシアとのいわゆる結託疑惑、ロシア疑惑について調査しましたが、すでに証拠不十分だとされました。フリン氏の弁護士であるパウエル氏と保守派メディアは、FBI がフリン氏を意図的に陥れ、逮捕しようとしていることに対して批判したことがあります。NTT ジャパンがお伝えしました。